ではこれを使って直方体を書くプログラムを考えてみたいと思います。2。直方。はいと。直方体繰り返し、リピートを出して、繰り返し、4回と。そして、まず、このレクを書きますよ。レクを書いて、そして、書いてから前に100いきます。ね。そして、ここでアップすると。ね。はい、90度。これはつまり、ここが 3D ロゴっていうゆえんですが、まず、前に100行ってから、ね、長方形を書いてから、この状態から上に90度、手前の形になるよね、これだったね、90度こう、アップすると。そして、終わって、終わって、じゃあここから何すればいいかな？エンド。もうこれでいいの？はい、じゃあ本当にいいかやってみますね。はい。ドロー。そして、ダウン。これは、60度こう。ね。はい、ほら。タートル君が60度ダウンしましたよ。頭を下げました。そして、右に30度回してみますね。ライトターン30。ほい。はい、30度。こっちの方向に行って、この角度で、スピード、1割る、3ぐらいがちょうど良さそうだ。そして、点からは、6でやってみようかな。黄色になるはずです。ちょっとまた。こういうのを間違えるとまたできなくなっちゃう。6で。さあ。直方。実行。はい。この曲がった角。はい。戻って上がって。はい。長方形書いて上がって。長方形書いた。そして上がった。書いた。はい。元の角度に戻りました。